井野さんありがとう。取れない。井上さんありがとう。二人とも取ってくれてありがとう。ああ、女に生まれてよかった。どうも、効率的な仕事ぶり、充実した生活、キャリオンです。仕事仕事。え、隣の中村課長が話しかけてきて、仕事に集中できない。ダメ。いい、上司が話しかけてきて集中できない。じゃあ質問です。サケは川の流れのようにいつまでも流れ続けますか。流されない。無理するな。だって私たちあといくら稼げばいいと思ってんの。あと5000万円。絶対にベタベタ、土日もベタベタ。